さあ、みんなでデコ活しよう。堺引っ越しセンター。パリで史上初の金メダルへ。さあ、再び全てをぶつける時が来た。明日、女子バスケ勝負の一戦。走れ、日本。世界動画ニュース、ハラハラ空港税関&予想外の結末スペシャル。明日夜7時50分。ずっと18年前の夏、時を経て今年もヒーローが生まれる。熱闘甲子園8月7日スタート。あなたはジーパンが好きで、ヴィンテージジーンズのコレクターでもあるんですよね。SNS でジーパンへの愛情を発信している。学生時代からコツコツヴィンテージジーンズを集めていることも。ジーンズ他にも記憶持っているあなたは、わざわざトランクルームを借りてますか？どうしてそれを知ってんの？私が話したの、刑事さんに聞かれたから。足立くんがトランクルーム借りてるって。トランクルームの中には星野さんが古着店で査定してもらったヴィンテージジーンズがありました。勝手に入ったの？違法捜査だろ。盗品や事件の証拠品などがトランクルーム内にあると思われる場合、警察立ち会いのもと管理者が鍵を開けることができる。レンタル契約書にも書いてあるぞ。私、お前、読んでないのか？盗品なんかありません。全部自分で買ったんです。事件の証拠なんかあるわけないですよ。ジーパンへの強いこだわりを持っている人は、洗濯する際に色褪せしないように気をつけていると聞きました。あなたにもそういうこだわりがあるのならば、事件の証拠が残っている可能性があると思い調べたところ、あなたのジーパンから血液反応が出ました。鑑定したところ、星野さんの血液と一致しました。彼を刺した時の返り血がジーパンに付着したのに、あなたはジーパンの色褪せを避けるためにシミ落とし用のものは使わず、ゴシゴシ洗うこともしなかった。だから血痕が残っているんです。星野さんが悪いんですよ。急に金を返せと言ってきて。お前、借金をしていたのか？どうしても欲しいヴィンテージをネットオークションで落札するときに借りたんです。月に2万ずつ返してるの。俺、会社辞めることにしたから、今すぐ全額返して。全額は無理です。無理なんだよ。高いジーンズ持ってんだろ。それくれ。明日の。それでお前が渡したヴィンテージジーンズを星野さんが古着店に持ち込んだ。